で、フィリピンのですね、移住のマイナス面というところで、まあ、やっぱり気になる方がこうご質問いただいてますよね。食事が合わないとか、虫が出るとかですね、まあ、医療の不安ですね。やっぱり、まあ、高齢の方とか特にそうだと思うんですけども。まあ、あと一番は治安に関してですよね。で、まあ、マニラ首都圏とかですね、まあ、セブの、一部の地域とかですね、まあ、マンゴーストリートとか、コルボマーケットのあたりとかですね、まあ、場所によってもちろん良くない場所。まあ、日本だって歌舞伎町とかですね、大阪のね、アイリン地区とか、まあ、良くない場所ってどの国でもありますよね。で、まあ、フィリピンの場合、イメージが悪いんですけども、イメージよりもいいっていうのが実際のところです。まあ、現地住んでる人も、まあ、ほとんど危ない目に遭ってないと。まあ、危ない場所に行かないとかですね、危ない、思いをしないようにですね、まあ、危ない時間帯に夜とかですね、行かないっていうのは当然なんですけども、まあ、虫が出るっていうのは日本の方が結構ひどいかなって、むしろ思ったりします。あと、まあ、食事合わないかどうか、